ハルさん、早速このドアに入ってしょ、あん？ん？電波がなんか、お、これは。あれ、声が届かな？おや？ん？おい、ネズミ。おっそすアンリアルライフ続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあこっからどうすんだ。なかなか始まりが衝撃ではあったんですけど、とりあえず先生の情報をいろいろ探せばいいんかな。とはいえ、なんか新しく行けるところが増えてたりとかします？今んところ別に新しいものは何も手に入れてないもんね。触る。先生の記憶。この場所にいたようですね。どこへ行っちゃったんだろう。一旦部屋戻って休んでからじゃないと何もできなかったりとかするんかな。文字は読めない。新しいことは特に今のところ何もこっちではできないね。でもってこの謎のアパート、他の部屋は相変わらず入れへんかな。カラスずっとそこにおんな。で、あ、触れるぞ、ここ。ドアがある。誰のお家かな？触れるようになってるわ。ってことは？何か新しい記憶？ないな。お前は？なんか知らん？見て見て、キラキラ。嬉しい。あ、そう。ここ触ると下に先生がいるのが見えんのよな。ってことは、先生はやっぱ、どうなんやろ、先生も入ってんのかな、あの変な宿屋？宿屋というか、この場所。こうすると見えない。入る。一旦部屋戻るしかないんかな。電池があればあの電車のところでなんかできそうな感じではあるんやけど、こいつはもう一回喋ったし、カフェテリアは何もなかったし、戻るか。ただいま。予約したホテルの私の部屋っていうことですけど、ん？あのね、195、たまに頭の中が重たくなるんだ。記憶を読み取るのは脳に負担がかかりますからね。そうなのか。また全部忘れちゃってたらって思うとちょっと怖いんだ。ハルさん、お気づきかもしれませんが、ん？195が頻繁に行動記録をオートセーブしています。あ、オートセーブ。そうなんだ。オートセーブについてそんな簡単に受け入れられへんと思うけどな、普通の人。大事なタイミングではバックアップもしているのでご安心ください。ん？ベッドで寝ている間にマニュアルセーブをしておきますので。マニュアルセーブ、忘れたくない状況の時、忘れたくない状況の時々はマニュアルセーブをすることをお勧めします。忘れたくない状況、聞いてました？マニュアルセーブのやり方を教えてくれただけなんかな。別にでも今のところ、マニュアルセーブする。そんな機会。今のところでも何もなってないよね。記憶。この辺を聞かなあかんのかな。支配人さんの話になると先生もクジラに来ていたみたい。しかも先生は私がここに来ることを知っていた。似顔絵を見せたっつってたもんな。多分先生は私より私を知っている。まあ今記憶ないからね。でも先生はつい最近チェックアウトしてどっかに行ってしまった。
先生、私を置いてどこに行っちゃったの？こういう読み取りをしっかりしないと先に進めないとかあんのかな。でもって謎の人がこの部屋に俺を運んでるんやんな。あと気になるのはこの観葉植物があった場所が違う。これどこ？ちょっとだけこっちとかそういうわけではないか。あれ、どこに行けばいいんや。気になったのはカフェテリアで、誰もいなかったにもかかわらず、ここで多分オートセーブが入ってたのよな。触る、誰もいない。このテーブルの記憶、何も変わりないですね。っていうタイミングで勝手にセーブが入ってたのよな。でも他に触れるもんねえし、行くっきゃないよね。どっかに電池ありません？先生という方は半日ほど10日に滞在なさっていました。ですが昨日チェックアウトされていきました。クジラの従業員さんは先生に会っている可能性が高い。ってことは従業員に会わせてくれっていうお話じゃないんだけど、こっち行けないでしょ。支配人からの視線を感じる。従業員の通路と言っていましたし、不要意に近づくのはやめときましょう。行けない。従業員どっかにいません？あの運転手みたいな、運転手というか車掌さんか。あいつは寝てんやもんな。お前が起きてくれたらいいんやけど。あ、揺すれる。1回目はなかったぞ。揺すっても全然起きない。ん？揺すったくらいじゃ起きなさそうですね。もっと強い衝撃を与えれば。芝生って？ん？なや。調べる。あ、まさかあの看板が上から。看板を揺すってみよう。今にもプレートが落ちそうですね。もう一息ってところでしょうか。なんかちょっとかわいそうやけど、強引に揺すってあげた方が。あ、ただの怪我。痛え！でしょうね。こいつはペンギン。お話。おいおい、誰だお前は。タンコブが2つもできたじゃねえか。あ、人の春さんと信号機の195と申します。タンコブはする。俺はカセリ、ただの駅員。ここの職員じゃないが、この電車は何なの？いや、俺がいた駅のだ。ん？てかよ、お前ら何の用だ？このペンギンさんからもいろいろ聞いてみよう。ああ、もう。ペンギンのことちょっとスルーしてるけど。先生、誰だ？知らねえよ。手がかりなしですか？あら、そうなの？看板のプレート取れちゃいましたね。プレートは触れねえか。お話。駅でサボ、おい。小休憩しててな。ちょっと居眠、おい。髪を取ってたんだよ。あ、そんで目が覚めたらここにいたんだ。電車も動かなくなっちまって途方に暮れたわけだ。目が覚めたらここ。一緒ですね。このペンギンさんはこの宿の職員さんではない。そういうことか。なんか新しくできることを増えてないね。職員じゃねえんじゃ意味ねえよな。電池が必要なんですけど、知りませんか？知らんわな。手がかりなし。何にも進まんかったけど、あいつが起きたのは起きた。他誰か従業員いません？
先生についてしか聞けないか。従業員さんでも他におらんもんな。こっち行けないし。ダメだ。一旦外出るしかねえか。じゃあどっかで電池を探してきたらなんか変わる？でもそんなんありそうな場所なかったよ。毎度毎度カラスはあそこに行くんやな。記憶ナッシング。お、なんや？これも電柱関係なさそう。え？関係なさそう。ん？ピローンってなったけど、なんか出しとかなあかん？本出しといたら。ってことではない。どんどんじゃあ調べれるもんは増えてくってことかな。電柱触れても何もならない。木、記憶が戻ればこの木が何の木かもわかるのかな。これ触ったらまだでもあのカラスの部分しか見れへんか。変わってないよね。触る。靴だけあるってどういう状態？先生はこの場所にいた。でもこれ以上こっちにも行けねえのよな。あ、触れる。ああ、それか。見たわ、見た。変わってねえね。調べる。道はここで行き止まり。私の考え。居眠りペンギン。居眠りしてるペンギンさんを見つけた。こんなところにペンギンがいるのもおかしい気がするけど、おかしく感じるのは私が記憶を失ったからなのかな。ペンギンさんは全然起きないから看板を落としたら飛び起きてくれた。思ったより痛そうだった。ごめんね。すまんな。この辺を読まなあかんのかな。私はカバンを持っていることを思い出した。カバンを開けてみてもやっぱり鍵は入ってなかった。その代わりに青い本が入ってた。これは何か大切なものかな。でも本を手に取った私はすぐに落ち込んでしまった。私は字が読めないらしい。あ、それで字を読もうとすると頭が痛くなって何も考えられなくなる。でも内容は知りたいし、誰かに会ったら読んでもらおうかな。あー、新しく触れるもん増えてないもんね。これでどうせ言うのなあ、信号機。お前に触っても、前の記憶やね。カラスはもう終わったから、新しくここ触れるって言われてもな。向こう側にも行けへんもんな。先生、このドアの向こうのどっかにいるのかな。マジ？いきなりめっちゃ迷ってんやけど。あのペンギンさんに会ったことでなんか、あれ？青い本を使うって急に出てきた。こいつに読んでもらうってことか。青い本を使った。チャイニーさん、この本に何て書いてあるかわかる？うむ、これはおかしいですね。見たことがない言語で書かれているようです。見たことがない言語。申し訳ございません。私も様々な国のお客様をご案内させていただいておりますが、この言語は分かりかねます。あ、そうなんですね。大丈夫です。おや、このスタンプは、ん？これは図書館の本ではないでしょうか。ん？パクってんの俺。図書館って何でしょう。本を貸し出ししている施設。
どこの図書館かわかる？そこまでは記載されていないようですね。ハルさんの手元になぜ図書館の本があるんでしょうか？ん？ご本お客様。主婦が食材の買い出しから戻ったようです。わあ、これをしないと進まなかったのね。彼女なら当館のお客様のことをよく知っているかもしれません。なるほど。主婦にも先生や本について尋ねるのがいいかもしれませんね。おい。ちゃんと本出しとかなあかんかったやんな。よかった、それに気づけて。下手したらもっと迷ってたで。ズーン。ん？あら、そこのあなた見ない顔ね。どれが喋ってんの？ん？姿が見当たりませんか？誰かに見られてる気がする。やだ、透明人間。ん？触る？つるん？ん？何か増えてる。増えてるね。なんだ？水槽みたいな。これ。ん？これ。あ？これ、あ、見つける。あ、自分でなんか見つけるモードみたいなのあんのか。ん？なんかできた。これはマリモですね。まごうことなきマリモ。ズーム。なに？そんなにじろじろ見つめないでちょうだい。マリモが喋りましたよ。あらやだ、喋る信号機ちゃんに言われたくないわね。確かに。私はマリーっていうの。このカフェのシェフ。どうやって調理すんの？買い出しどうやって行ってたん？あなたたちが新しいお客さんね。支配人ちゃんから話は聞いてるわ。おいおい、同じ従業員をちゃん付けとかで、お客さんの前ですんな。何か困ったことがあったら聞いてちょうだいね。偉そうやなこいつ。でも先生とかについて聞かせてくれ。先生、うん、誰のことかしら。昨日ここを訪れた灰色の髪の女性なのですが。あ、あの子ね、よく覚えているわ。マジ？ほんまに？ん？あの子はちょっと変な子だったけど優しい子だったわね。変な子やったん？マリモさん、先生がどこにいたかわかりますか？わからないわね。でも行かなければならない場所があるって言ってた。あ、大体みんなそんなんあると思うけど、ただそれがどこだかはわからない。ごめんなさいね。青い本は読めます？マリモやけど。青い本。あら、その本は？この本知ってます？以前似たような本をどっかで見た気がする。どこで見たのかしら。ん？思い出した？思い出したわ。その青い本、確か幻想図書館。なんちゅう名前や。幻想図書館。確かあの子、あなたの先生も似たような本を持っていた。それはすぐ思い出せ。ええ、確かにあの子は幻想図書館の本だって言ってたわね。ああ、喋ったんや。幻想図書館どこにあります？私にはわからない。知らんのかい。行かなければならない場所と幻想図書館、何か関係があるんでしょうか？幻想図書館の行き方聞いてみようかな。ああ、これでじゃあ。あの、店員さん。モニター店員さん。知ってるかな？これで電車乗るみたいな流れなのかな？幻想図書館。私には分かりかねも、知らんのかい。こうなると、あの、ペンギン野郎やな。そりゃ、いろんなところ行ってるから、あいつ、ちょっとはそういう、地理には詳しいんじゃないの？あなた、増えてる。あ、お前その前に青い本、知ってる？青い本使った。ペンギンに字が読めると、あ、すいません。生意気でした。マリモがちょっと読めそうな感じやったんで。幻想図書館？お、知ってる知ってる。どうだ、連れてってやっても。マジで？あ、ただし条件がある。今俺の電車動かない。なぜか電源が取れなくてな。電車の電源、なぜか電池やんな。お前ら幻想図書館に行きたいんだろ。なら電車が動かない原因を調べてきてくれないか。ここの従業員なら何か動かし方を知ってると思うんだ。ただ俺はこの電車から離れるわけにはいかないんだ。どうして？そりゃ面倒。おい、じゃなくて俺には責任がある。わかりました。かっこいいね。じゃあ頼んだぜ。
いや、まあここなんやけどさ。うん。じゃあこの電池ないかどうか教えてくれるかな。電池ぐらいあるよね。でもあそこにはまるのはちょっとサイズがわからんけど。電車、電車が動かない理由ですか。私はそういう専門的なことは分かりかねます。ですが当館の職人なら知っているかもしれませんね。職人、当館を設計した職人がいます。彼ならなんとかできるでしょう、おそらく。お、廊下の奥の作業員用の通路をお進みください。外に出たら業務用エレベーターで上に上がっていただければ職人に会えるでしょう。職人さんに会って電車について聞いてみましょうか。行っていいんや。危険って言われたのにな。こうもあっさりと一人で行かしてくれんやな。あ、あそこにエレベーターがあります。あれを使って上に行けばいいんですね。なんかちょっと錆びてんで。海近いから潮風浴びまくってんじゃない。勝手に奥入ったった。開ける、触る、わかんない。少し前のロッカールームの様子でしょうか。あ、もしかしてあのエレベーター動いてない感じ今。上に行く、上方向の、あ、やっぱそういうことか。安全レバーを操作してロックを解除してください。そういうことね。で、多分さっき記憶見た時ここがレバーが違ったで合ってるよね。ギュルルン、よし、オッケー、ギュルルン、はい、正解。で、こっちのロッカーは鍵かかってる。残念。あ、やっぱこういう風に自分で調べられんやな。キャップがかけてある。ゆする、あ、落ちた。ひ、拾って、ん、レバー、あ、レバーがあったんや、こんなとこにも。下げといたろ。ここまでやらないと動かなかったってことかな。そんな気がする。上に行く。あれ、このままだと動かないみたいですね。あれ、いらんもんまり。じゃあ俺動かした。あげる。ここまででよかったんかな。どうでしょう、上。あれ、ロックされたままやんけ。んー、動きませんよ。これ触ってもあのエリアは見えへんのよな。少し前のロッカールーム合ってる。この辺なんか触れんのか。いや、そっち行っちゃうな。調べるだけ調べる。レバーだ。うん、流れ的には流れ的にはここも下げることでなんかなりそうなのにな。奥はない。一旦じゃあ下に行くのか。調べる。ボロボロだ。それにしてもこのエレベーターすごく高いところから吊るされているみたいですね。上行けないでしょ。ロックされてる。下、あ、下は行けた。行けんのかい。で、触る。ギューン。いや、だからそれやったって俺。あ、違う、真ん中や。なるほどね。今これは下に行くルートってことなのね。やってくれたな。騙されたわ。これで、ん？ねえ、195でやってたんや。195じゃなかった。どうしました？今まで触ったものの記憶って見返せないかな。お話したことみたいに。ああ、できると思います。あら。ええ、ハルさんの脳が記憶を読み取るのに慣れてきた今ならできると思います。試してみます。
そういう能力も。触ったものの、モップの記憶とかが見れんのか。あら、便利。更新されてるね、いろいろね。OK。ありがとう。では、その通りに、やっていこう。違う。レバーわかる。これを、開けて、よし。外の方で何か音がしましたね。行ってみましょう。で、あ、ちゃんと上のランプがこれで光ってるね。そういうことね。うん、音ちょっとうるさ。あ、水平線が見えてるね。あれは月ですか？何ですか？めちゃめちゃ上上がってった。ネズミみたいなのいる。誰？あなたが職人さん？ネズミや。そう。僕はシュタイン。ん？この電波は？信号機の195と申します。無線式信号機、人体通信。人間の周辺にできる電解を媒介して、周辺の通信可能。そっか。理解ができてるネズミですね。そうですね。両腕の角度を、ん？両腕の角度ゼロとして、ダイポールアンテナに見立てています。送信アンテナはアイソトロピックアンテナ、うん、めんどくさ。人をダイポールアンテナと見立てて水平、ん？水平変波を使うときには、寝てるやん、春。ところで、立ちながら寝てるけど、いいですか？何のよ。クジラに置いてある電車が動かなくて困っているの。都合よく起きました。電車を動かす電池がある。この辺に。あ、あ。ん？何してんの？ぐるぐる回ってるだけじゃんの？シュタインさん。ごめん。なくしちゃった。おい。ハルさん。我々も記憶を読み取って電池を探してみるのがいいかもしれません。そうだね。大丈夫かい、シュタインさん。あ、あるね。机の上に置いてあったのですね。うん。それ以外は、テレビついてるついてないとか。テレビに使ってんじゃん、お前どうせ。調べる。このテレビ、ハルさんの部屋にあったテレビと同じもの。あ、そっちから抜き取ってこいってか？ん？お、暗くてよく見えませんね。ネズミが電池持ってる。このテレビは何か覚えてそうな気がするんだけど。あいつ持ってるで。おい、お話。電池なくしちゃった。記憶読み取る能力が役に立つかもしれません。持っとったで、あいつ。でもこっちやと机の上に置きっぱ。うん。他に触れるものはなさそうよ。カチャ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 なんか言うてるけどさ。あ、テレビつけれる。つけたらなんか変わる？電池なくしちゃった。うん。机の上に置いてあって。え、だから。シュタインさんが持っているのは電池でしょうか？あれ？テレビつけたら変わったな。マリーさんもいるね。マリーさん。あ、マリモノ？あ、左にいるのがそうなのか。マリーさんにじゃあ、渡したってこと？あ、シュタインさん、電池をマリーさんに渡した？そうだった、バカ。マリモさんに電池について聞いてみましょうか。このテレビをつけたら明るくなって見れたっていう仕様やったやんな。待って。ん？どうした？これ見て。何これ？何ですかこれ？ドア。は。似てるのをどこかで見た気がする。え？このドアいろんな場所に落ちてる。調査したらこれは転送ドア。転送ドア？なんだか便利そうですね。
一度起動させたドア同士なら自由に行き来できるように、あ、ファストトラベル的な、ドアに触れて起動してみて。君の部屋にもう一つドアを置いたよ。私の部屋に。君の部屋から一度登録したドアに飛べるようになるから、使ってみて。ありがとう。別に大した距離じゃないかもしれんけど、使ってあげよう。おえい、ハルさん、早速このドアに入ってしょ。あん、電波がなんか、お、これは、あれ、声が届かな。おや、ん、おい、ネズミ、あ、あ、あ、治りましたね。デリンジャー現象でしょうか。ん、なんだ。いや、UHF 帯だから違うと思う。本来届くはずの、ん、極超短波が空間に吸収されてしまう。極超短波、つまり195と通信するための電波が数分間途絶えてしまうようですね。とりあえず異常性フェージングって呼んでる。原因はよく分かっていないんだ。最近多いから気をつけて。ん、さて、ハルさん、心の準備ができたら試しにドアに入ってみましょっか。よかった、なんかやべえこと起こるかと思ったわ。行きまーす。あ、戻ってきた。しかしどういう原理でしょう。まず人体データの量、まあそういうのはもうやめとこ。マリサのとこ行かなきゃってことでいいのか。てっきり俺の部屋のこのテレビから電池抜き取るんかなとか思ったけど、そういうわけじゃないのね。口、失礼します。一気に下に行ってほしいんですけど、まあ一旦そこで止まるよね。もう一回カフェテリアんで、マリモさんが持ってんのか。電池知りません。マリさん、シュタインさんから電池を渡されなかった。電池って、赤くて黄色いラインが入った筒状のものなのですが。あ、これね、インテリアになるかなと思った。結局使わなかったわね。はい、どうぞ。インカイ、大きな電池、単位値よりでかいもんな。電池重い。ん、あ、ちょっと待って、何、はるちゃんお腹空いてるんじゃないの。お、簡単な料理ならすぐ出せるから食べていきなさい。いいんですか、ちょっと料理作るとこ見てみたいんですけど。なーに、あの子優しい子だからきっとどっかであなたを待ってるはずよ。ん、はるさん、ここに来るまでまだ何も食べていませんでしたし、一食いただいてはどうでしょうか。そ、その195も料理というものを見てみたいです。言うとはるわ。うん、いいの、もちろんよ、そこに座って待ってて。料理作るとこ見たい。あ、うん、音だけ。あ、包丁でなんか切ってる。はい、できたわよ。ああ、お、これがすごーい。目玉焼きとベーコンとほんパン、明らかにでもトン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 って切ってた音したんやけど、何がハルさん、信号機の195は食料を摂取する喜びというものがいまいちよくわからないのですが、やはり食事というのは。ハルさん、あ、あらあら、あ、泣きながら、どうした。うぐー、目玉焼きパンをしゃぶってたで。ふふ、ゆっくりお食べ。ごちそうさまでした。美味しかった、とても。あなたたち、これから旅に出るんでしょ、気をつけてね。旅、いろんな場所を巡っていろんなものやいろんなことを見つけてくることよ。旅、いい響きですね。旅、旅だから焦らず探すのよ。またお腹が空いたらいつでもいらっしゃい。どっかのスナックのママか。電池手に入れました。これでじゃあ、あいつに電池を渡すことで次にまた進めると思いますので、この続きまた近いプレイしていきたいと思います。
ベーコンと目玉焼き乗せたパン、あむあむしゃぶってましたな。それではまた。よろしくどうぞ。